本日9月17日、時刻は現在17時9分です。移動中の車中からお届けしております。いやー、お疲れさん。お疲れ様です。いや、なんかね、はい、親知らず抜いたはずなのにちょっとうずいてんだけど。はい、あれいや、それで、はい、ちょっと調べ、まあ、明日、やっと、その歯科に、行ける時間があるんで、はい、もう一回その、具合をね、見に行くんだけども、はい、ドライソケットってものがあるらしいね。ドライソケットですか？穴がね、はい、こう、開きっぱなしになるみたいな。はい、ただそれは本当に、稀なので、はい、それじゃないとは思うんだけど、はい、まあ僕の予測では、ここ最近のプロモーション取材日における大量のトーク、はい、質疑応答の疲労かなと。はい、やっぱりね、1日6紙表紙を取るとか、はい、6紙のその表紙取ってインタビュー受けるとかね。はいはい、これ大変ですよ、やっぱり。そうですよね。まあ、それだけ掲載していただけるという、こう、思いもありながら、一日にそれだけこう詰め込んでくると、インタビューのボリュームも決して短い時間で、まあ、パッパッとこう行くわけじゃないですもんね。そして今回割と、マチネの終わりに関しては、はい、語りやすいというか、はい、そのインタビューをしてくださる側の、雑誌社、編集、ライターさんも、はい、まあいろいろこう、聞きたいテーマがたくさんあるんでしょうね。はい、うん。トークしやすいっちゃしやすいので、まあつい喋っちゃうっていうのもあるよね。そんな中、はい、今ちょっと別のクリニックに、別のメンテナンスのために今移動してる車中でございますけど、はい、そうですね。まあ、今日で言うと、スケッチ作業。そうね、スケッチの、楽曲制作のスケッチの次の段階で、はい、楽団一人の段階ですね。はい、まあ、プリプロダクション。というにちょっと今日から入ってっていう。まあ、これ言っとかないとね、スティルクレイジーだけをずっとやってる人みたいになっちゃうから。そうなんですよ。あ、でも前の放送でも、あ、福山さん今、絶賛やってるんだっていうところが大変盛り湧いてましたよね。いやいやいや、やってますよ。やってます。なんかやってるんだけど、こうやってることをことさらやってるっていうのも、その、昭和生まれな僕としてはちょっと気恥ずかしいなっていう、なんつったってね、長崎から上京してくるときに、古着屋になるって嘘をついて、照れ隠しで嘘をついて出てくるような人間ですから、いや、レコーディングっていうか作曲期間に入ったんだよね、なんていうことをこうね、わざわざこう言うのはちょっと、はばかられるんですよ。いやいや、やってるんですよ。やっていて、まあまあ、ちょっといろんな仕込みもね、ほら来年が30周年ですから、まあいろんなことでスタッフももう慌ただしく動いておりますよ。はい、本当に。まあ、こういうものはいつの時代もどんな時もそうなんですけど、間に合ってるものと間に合ってないものが必ずあって、はい、全部が間に合って準備万端でっていうのは、これはね、やっぱりないんですよね、この祭りごとっていうのはね。はい、政治じゃないよ。まあ、政治もそうなんだろうけど、我々のお祭りっていうのは、はい、まあまあまあ、いろんな間に合い間に合わないがいろいろありながら進んでいる。現在でございます。はい。で、今日の放送で言いますと、この9月まではですね、2019年9月までは、知恵人ラジオ全国11局ネットでお送りさせていただいてたんですよ。いやー、それにしたって大変な数ですよ。いやー、すごいです。コミュニティ FM さんから始まってね。はい。ちょうど2年で、11局までこう。すごいですよ。という状況から、さらに先日嬉しいニュースとしてお伝えさせていただいたんですが、新たに、宮崎の MRT 宮崎放送さんと、富山 KNB 北日本放送さんですね。すごい、はい。が、このオンエアからネットが開始されるというところで。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。全国13局ネットに拡大いたしました。いやー、ありがとうございます。どうなの？その、ずいぶん前になるけど、DSP がね、今喋ってるデジタル戦略プランナーそうですね。ちょっとそこも改めて多分、そうね、はい、伝えないと、ね。自己紹介もさせていただかないと。今私、福山と、はい、一緒にトークしているのはですね、これアミューズ、私が所属している事務所アミューズの社員さんでございます。はい、社員です。社員さんで、我がチームの、我がプロジェクトのデジタル戦略プランナー、デジタルコンテンツを一手に引き受けている、一人しかいないチーフ、はい。そうです、そうです、そうです。はい。でございます。はい、一人制作会社みたいな、ね。はい、はい、はい。一応その名前をね、あまりこう社員の方で名前を言うのもなんなので、はい、まあ DSP というデジタル戦略プランナー、はい、略して DSP というふうに、呼んでるんですけど、はい、この番組は。そういえばこの間俺だよ、女性誌の取材を受けてた時に、はい、そのライターの方が、はい、地底人ラジオのリスナーですっていう方いらっしゃったよ。いらっしゃいましたね。うん、はい。あ、そっちなんですねって思って。そう、俺ね、はい、そう、いつもラジオ聞いてますっておっしゃるんで、ああ、そうなんだって。服のラジオの方だと思ってたの、はい。僕もです。全国38局ネットの。はい、そしたら、地底人ラジオ、はい、聞いてますっていう、はい、ウォーキングとか。ウォーキング中に、はい、アプリで聞いてますとおっしゃってましたね。いや、意外でしたよ、ね。いやなんか一気にこう、あ、この女性さん、すごい好きになっちゃう。いや、嬉しかったですよ、はい。嬉しくなりましたね。そんな広がり方を見せている、はい、この地底人ラジオ、はい、いよいよ13局ネットとなりまして、はい、皆様のおかげです。リスナーの皆様のおかげ、そしてネットしていただく放送局の方の情熱のおかげで、こうやって広がっていってるわけなんですけど、はい、というのもあり、はい、オープニングを少しだけリニューアルしようかなと思ってまして、はい、うん、地底人のオープニング、うん、はい。そのラジオらしいラジオみたいな、はい、よりラジオしていくとおっしゃっていた。そう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 、はい、なんかほら最近あれじゃないですか、僕の同期が出たりとかね、はい、謎のこうトークになってる場合もあるんですよ、はい、まあこういう面白い人がいるよっていうのは、こんな面白いエピソードがあるよっていうのはありながらも、果たして同期の方そのボリュームで来るみたいなこともあるかなと思いながらも、はい、でもまあまあまあ、うん、面白いね、はい、スティルクレイジー誕生秘話があるので、これはもうぜひ聞いていただきたいなっていうので来てもらったりしてるんだけども、はい、でもまあ僕は常々心がけてるのは、今日初めて、ラジオを聞いたっていう方がいるかもしれないと。はい、今日初めて福山のラジオを聞いたと。っていうか、この喋ってる人誰？はい、この人福山っていうの？福山って誰？みたいな人もいるかもしれない、はい、ということで言うと、やっぱり、いつ何時どんな方に聞いていただいても楽しんでいただけるような番組にすべきであると。はい、いう思いで、ちょっとだけね。はい、うん、そんななんかこう、めちゃくちゃ変わるってことじゃないのよ。はい。なんか深夜、日曜の深夜の始まりにふさわしい感じの構成にちょっとリニューアルしてみようかなと思ってます。楽しみです。はい。はい。よろしくお願いします。じゃあ、その13局ネットに広がった地底人ラジオ。今週も行ってみよう。福山雅治と DSP の地底人ラジオ。さあ、はい、今ですね、我々はですね、この大開発だ。あ、はい、そうですね、渋谷。100年に一度の大開発、はい、真っただ中の渋谷を抜けて、はい、移動中でございますけども、はい、なんか渋谷全然違う街になったね。そうですね、木の周り、アミューズの周りももう通勤道路がもう全然変わってきてるんで。ねえ、もう、俺が知ってる渋谷じゃないよ、これ。そうですよね。うん、だって昔、もう30年前から知ってるからさ、はいはい、アミューズに通い始めた頃から、はい、すごい街になったよね。もう、かなり高いビルが乱立することになるんですよね、これ完成後は。そんな最先端のですね、はい、渋谷のラジオをキーステーションにお送りするこの地底人ラジオなんですけど、はい、まあ渋谷がどんどんこうやって変化していくように我々地底人ラジオもどんどん変化してアップデートブラッシュアップしていきたいと思うこの、はい、今日この頃でございますけど、はい、おメールをそうですね。まずは君待ちリクエストという全国各地のリスナーの皆さんとつながる音楽でつながるつながりたい、はい、メールでつながりたい。これがなんかすごく来てるという。これ多分今一番人気コーナーになってると思います。嬉しいな、はい、で、まずはちょっと渋谷のラジオで聞いてますいう方から今日はラジオネーム黒い会社を3つ経験した福山雅治信者さん。若くない？ 24 歳。24歳でそんな、そうなの？どうしたの？はい、男性で職業教習所の先生と書かれてますね。渋谷のラジオで聞いてます、うん、福山さん深夜遅くにこんばんは。こんばんは。もしこのリクエストを選んでもらっていたら本当にありがとうございます。どうした？今回リクエストする曲は石暮のプライドです。おー、私はラジオネーム通り24歳という年齢で3つの黒い会社を経験しました、うん。黒い内容はそれぞれ違います、うん。全部の会社で営業職を経験しておりました、うん。その中のうち1つは渋谷の会社です、うん。その黒い内容というのが勤務時間午前8時30分から0時30分過ぎ、うん。仕事もろくに教えてもらえずノルマが達成できないからと毎日上司から怒られていました、同僚からもそのくらいで値を上げるなと冷たい目で見られ続けました、ちなみに同僚は毎日18時上がりでした。おで一つ目の会社で、ちょっと心を病んでしまい、うん、転職したことで少しずつ改善されました、うん。弱音を言いたい、泣きたい、仕事なんかしなくてよいと思っていた日々の中に久しぶりに石暮のプライドを聞き渋谷の駅前で泣いてしまったのを覚えています、その日以来帰るときは歌を聴きながら月明かりと街灯でできた影を見てお客様への思いを強くしやる気を出しました、うん。また当時みんな避けるような大手企業に何度も電話をして新規開拓をしたという事実、うん、これ営業職中ですね、うん。それに対する自信と石暮のようなプライドを持つようにしました、うん。今は別の会社で働いていますがあの時の経験が今でも生きています、うん。そして当時福山雅治様に命を助けてもらえた感謝の気持ちを伝えたい。そして渋谷という街にそういった思い出があるので君待ちリクエストで応募いたしました。お命を助けてもらう、まあそうね、自分で信者って言ってるぐらいだから信者らしい、はい、その受け取り方だよね。いやでも音楽ってやっぱりそういう、いやそれをじゃないですかね。それを言うとあるよ。はい、俺もだってシオンさんにその、うん、誠に勝手ながら救われてこの街に来ましたからね、はい、シオンさんの歌にとても影響されて、うん、でもちろんモッズ、ARB や、ロッカーズサンハウス、はい、シーナンズロケッツいろいろありますけど、やっぱ音楽に救われたっていう言い方もできるし、音楽に逃げ込んでたっていうことも言えるし、音楽が自分を奮い立たせてくれたっていうことも言えるしね。じゃあ今はブラックじゃないのねっていうことですね。今年もやろうや参加させていただきます、うん、今のところ解禁賞です、うん、おー、なんか自分の写真送ってきてる、はい、精悍な感じのなんかちょっと気は優しくて力持ち的な感じの、はい、ガタイもよろしい、うん。じゃあラジオネーム黒い会社を3つ経験した福山雅治信者君24歳に送ります。福山雅治で石暮のプライド。地底人ラジオはダンロップの提供でお送りします。はい。でですね、これまた男性リスナーの方なんですけど、うん、ちょっとこういった内容が届いてます、うん。ラジオネームのんちゃんパパさん、おい静岡県47歳男性会社員の方です、うん。地底人、毎週楽しく聞いております。あざす。以前福山さんと DSP さんの会話の中で、うん、ラジオパーソナリティを社員教育に利用すればいいのにという、うん、ラジオ内でおっしゃられていたことを聞いて、うん、ピンときたのでメールします、うん。福島市のエネルギー事業者であるアポロガスが新人研修でラジオを利用して成果を上げ経済産業省の働きたい会社に選ばれております。そうなの？この会社を引っ張っている会長さん、篠木さんという方ですね、は震災復興第一優先に取り組まれており、福島から日本中に元気をばらまこうと日々活動しております、私の勝手な想像なのですが、篠木さんのこれらの活動やキャラクターを見ていると未来の福山さんを見ているような気になってしまいます。どういうこと？ラジオ大好き、福島大好き、人が大好きな篠木さんという会長さんです。ぜひ、この方の記事をご覧になってくださいというふうに送ってくださっていまして、でちょっと赤でつけてるんですけど、アポロガスさん、アポロガスさんですね、福島市の篠木裕二さん。まず冒頭では同社のユニークな研修の一環として導入されているラジオ DJ 研修について紹介、毎年新入社員が DJ となり番組進行をするせっかくどうもアポロガスですは毎週水曜日午後1時18分から福島市のコミュニティ FM で放送されて、コミュニティ FM ですよ。まずゲストとのトークでコミュニケーション能力が上がります。番組進行でタイムマネジメント力も鍛えられます。ゲストには他企業の新入社員に出てもらうので交渉力、突破力がつきます。そして生放送ですから何が起こるか分かりませんから、変化対応力も必要になる。私がゲストで出るときには台本を取り上げてしまうこともあります。かっこ笑いで、売上や利益にはすぐには結びつきませんが、若い社員が物おじしなくなって度胸もつきます。1年間のうちにハガキを合計で100通送ってもらわないとこの研修を終われないのですが、どうしたら集められるかも考えるようになります。で、太陽光発電の営業担当の方がラジオに出たことによって話し下手からまあ上手になったと、といういやすごいねすごいですね。すごいね。でもこれを読みながら、僕もこうやって素人ながら福山さんと一緒にこうラジオ作りをさせていただいている中で、もちろんこのラジオ愛というものもどんどん大きくなってきたんですけど、そのプロセスをどうやればリスナーの皆さんとコミュニケーションできるか、メールがたくさん届くかとか、発信の仕方もそうですけど、そういうことだったりとか、こう時間管理をしながらじゃあどうやって進行していくのかっていうこととか、全体の組み立てね、社会人に必要なスキルを知らず知らずのうちに養わせていただいたなという。いや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 、それはね気づきですよ。気づきですか。そう、その気づかないタイプは気づかないし、まあこういうもんかなと思ってこうブラッシュアップしていこうというふうにせずに、なんかあるものをそのままやっていくっていう人もいるし、まあだから、まあ研修、そこがね、俺ね、そのまあ DSP は自分でこう面白みを見つけて楽しみを見つけてっていうふうに気づいていった人だけども、社員の方っていうのはさ、研修ってものがあるわけじゃない。研修ありますね。まあアミューズさんにももちろんあるし、で研修って結構腰重くなるじゃないですか。腰重いですね。まあ全然知らない人のところにこうバンって投げ出されるんで、まず物おじしますからね。そうだよね。で、そうね、ラジオ研修いやすごいなと思って。いやすごいですね。でそれを実践してらっしゃるっていうね、確かにその理論上ねこうそうなんだけど、なかなかほら続かないから、その100通おはがきをもらうまでとかさ、あと自分でこう楽しいとか思えるところの領域までなかなか上がっていかないからね。でもすごいね、それを実践されている会社、社員の皆様も社員さんたちもそうやって食らいついていってるっていうのはすごいですよ。というのんちゃんパパさんからのメールでした、ありがとうございます。実際にそういう研修をやられてるということがね知れて大変興味深かったです、でちょっとこれもコミュニティ FM にまつわるメールが来てるんですけど、ラジオネームボブユーさん。ボブユーちゃんって福山間に応募してくれてたボブユーちゃん。そうですそうだよね、職業、会社、役員って書いてあるよ。そうですね。あ、そうか、ボブユーちゃんラジオ立ち上げるって言ってたの。そういえばそうなんですよ。これ約1年前なんですけど。そうだよね。今そのコミュニティ FM 埼玉ですね、絶賛こう立ち上げるためにいろいろと動いておりますということをお送りいただいてたんですけど、で、まあ、そこから約1年の月日が経ち、新たな進捗状況ということでお送りいただいた内容のメールがこちらです。ラジオネームボブユーさん、埼玉県の33歳女性会社役員ですね。福山さん、ご無沙汰しております。ご無沙汰してます。昨年8月、指定人ラジオで埼玉でコミュニティ FM ラジオを開設すべく会社を立ち上げたとメールを読んでいただいたウクレレのボブユーです。もうね、情報がみっちり詰まってるね。この度、総務省関東総合通信局より予備免許を付与いただいたので、改めてご報告のメールをさせていただきました。総務省から免許、予備免許出た。すごいね。すごいですね。現在、埼玉県秩父市を中心とした秩父地域でコミュニティ FM 放送局の開局を目指し、番組編成真っ最中で、地元企業様のご提供で番組も決まってきました。秩父地域の活性化のために、秩父のこと、物、人がつながるツールとして、地元の皆さん、そして秩父が好きな皆さんに応援いただき、朝7時から夜9時までの生放送でラジオ局を予定しております。すげえ。現在、着実に開局へと進んでいます。順調にいけば10月頃開局を予定しております。すげえ。秩父は観光地ですが、地元の人は意外と地元のことを知らず、秩父を取り上げたテレビ番組で知ることが多いんです。それを解消していきたいと思っています。秩父のことをより知って、知ることでちょっぴりハッピーになってもらいたいと思っています。小学生の頃からマシャのラジオを聞き、玉ラジ国民となり、指定人となり、ラジオの向こうと私がつながって、時には元気を、時には勇気を、時にはときめきをもらいました。マシャのラジオを聞き始めて20数年。今度は私がラジオの前のあなたに向けて地元秩父の地域にお役に立てるように頑張っていきたいと思っております。ということで、ご報告メールをボブユーさん送っていただきました。すごい。すごいですね。すごい。すごいしか出てこない。でもなんか嬉しいね。なんか僕のラジオ聞いてくれてた方がさ、そうやってラジオ局を立ち上げるんだよ。しかも編成組むのって大変だからね。そうですよね。毎日多分いろんな企業さん回られたりとか、人に会ったりして、一からこれ全部説明されてるんでしょうね。で、運営していくためのお金って本当にこれまた大変だし、でもやっぱり人間こう、思いを持ってやってたら、そういうふうにこうラジオ局を立ち上げるっていう領域まで行くんだね。いや、そうですね。何事も行動なんだなっていうのをすごくこう感じさせられる強いこう文面でもあるなと。もう俺怖くてできないよ、そんなこと。まあ渋谷のラジオはね、その柳井さんが立ち上げるっていうことで、僕はそこに参加する、スペシャルファウンダーとして参加するという形だけど。でね、そのボブユーちゃんのコミュニティ FM、 これ一回聞いてみたいね。聞いてみたい、ね。どうやったら聞けるの？立ち上がったら多分コミュニティ FM をネットしてるウェブページとか、もしかしたらこういったラジオのアプリが立ち上げられるかもしれないので、そうだね。はい、そういうところで。いや、すごい。応援したいね。じゃあ秩父ね。秩父の歌ないな。秩父の歌ないけど、秩父といえばちょっとウイスキーも盛り上がってましたから、てかまあ実際盛り上がってるんですけども、世界でもう大変な人気だから、これもほぼもう埋もれに埋もれてる歌ですね。福山雅治で80プルーフ。毎週この時間は福山雅治と総口昭久の地底人ラジオ。学長への些細な質問から、あなたが最近嬉しかったこと、悩んでいること、ここだけの話や、あなたの街の都市伝説から未確認生物の目撃情報まで、随時メール大募集。メールが読まれた方にはオリジナル地底人待ち受け画像をプレゼント。番組メールアドレスは地底人@渋ラジ.com、地底人@渋ラジ.com。おところ、お名前、電話番号、メールアドレスのご記入をお忘れなく。ご案内は地底人ラジオリスナーでラジオパーソナリティを目指す兵庫の19歳ラジオネーム福龍でした。本日9月17日火曜日、時刻は現在18時44分です。引き続き移動中の車中からお届けしております。はい、ちょっとメンテナンス行ってきまして。はい、お疲れ様です。はい。結構長かったですね。あ、そうっすか。ちょっと待ちがあったので。はい。はい。お腹空いちゃいましたよ。はい。今、ソーセージを。はい。はい。君待ちリクエストでまだ読めてない地域の方でいろいろ送ってきてくださってるので、ちょっと時間が許す限り、君待ちリクエストスペシャルとして、進行したいと思います。ラジオネーム、あまちゃんさん。石川県金沢市の方です。53歳女性医療従事者。MRO 北陸放送で聞いております。ありがとうございます。福山さん、地底人ラジオスタッフの皆さんこんばんは。石川県ですね。君待ちリクエスト。福山さんのミルクティーも、秋にふさわしい素敵な楽曲で大好きなのでリクエストしようかと思ったんですが、違うの？きっとたくさんリクエストされてるだろうなと思い、あえて他の楽曲を選んでみました。今から約20数年前になりますが、この季節になると地元ラジオ局によくハガキや電話でリクエストしてまして、私のハガキがラジオ番組で本当に読まれてリクエスト楽曲がかかった時の感動は今でも忘れられません。なのでその思い出の楽曲、オフコース小田和正さんの秋の気配をリクエストします。MRO 北陸放送のラジオ番組や MRO 放送テレビの方ですね、ももちろん大好きなのですが、その当時お昼の数時間よく聞いていたラジオ番組、FM 石川アーバンハロー5、ラジオ DJ 藤田美沙さんという素敵な声のトークと、番組構成がものすごく大好きで地域密着型の濃厚な内容にはまりました。プレゼントコーナーも充実していて、化粧ポーチや雑誌なども当選してすごく嬉しかったのですが、ラジオ局に電話でリクエストした際にその当時の私が使用していたラジオネームを聞くなり、〇〇さんいつもリクエストありがとうございますと明るく、穏やかに対応してくださった女性スタッフの方、あとラジオ DJ 藤田美沙さんのハガキを読む時のラジオから伝わってくる独特の雰囲気が心身ともに癒され励まされました。いいね、いい思い出だね。確かハガキだったと思うんですが、私の何気ないコメントが採用されて、番組内で盛り上がったこと、ラジオ DJ 藤田美沙さんや番組リスナーさんとの一体感に私の胸が震えたんです。テレビやドラマ、雑誌、ライブ、コンサート大好きですが、各ラジオ DJ さんのお声を聞きながらリアルタイムでラジオを聴いている方々と一緒に彼らといろんなことを想像する時間がワクワクドキドキして本当に楽しみです。そして私が小学生の頃、数年前に他界した父親が買ってくれたシルバー色のラジカセ。今はもう手元にないけれども、当時 MRO ラジオ番組をよく聞きながら歌ったり踊ったり懐かしい思い出です。長々とメールしてしまいましたが、いつの日か私のメールが地底人ラジオで読まれて、またラジオ番組にまつわる素敵な思い出が増えたら嬉しいです。毎回地底人ラジオ楽しみにしています。私のメール読んでくださりありがとうございました。あまちゃんどっちかな。メール読まれたね。あまちゃん引きが強いね。なんでノーリアクションなんだよね。ここは僕の中でちゃんとエコーがなってるところなんで、そういうことなんだ。食べてほしい。福山さん、石川県って金沢ってなんか思い出あったりしますか？石川県ってね、UFO 出るでしょ。そこですね。目撃数が多いと言われる石川県って UFO ラーメンってラーメンがあるでしょ。おそらくあったと思うよ、僕の記憶では。ありますね。あります。でしょ？ネーミングだけ強烈で食べたか食べてないか覚えてないんだけど、はい、でもなんかすごい名前だよね、はい、UFO ラーメンってね、はい、石川県のソウルフードになっていると。ああそうなんだ。書かれてますね。行きたいな、また石川行きたいな。あと僕ね行ったことないのがね能登半島なんですよ。輪島の方、はい、って行ったことないんだよ。行ってみたいんだよな。結構そのアクセスが大変だと聞いています、はい、まあ飛行機が今はねボンと空港が多分その能登にあったと思うんだけど、能登里山空港から羽田空港まで約1時間、うん、なんか飛行機としては近いんだけど降りてからが結構その観光地までが遠いっていうちょっと長崎に近い感じを聞いたことがあって、いや行ってみなんかさ、はい、その半島とかってなんかちょっとロマン感じない？そうですね、その突端、はいはいはい、わかります。なんだろうね、この、はい、行ってみたい、こう、岬の突端とか半島の突端に行ってみたい感じね。はい、行ってみたいな、何があるんだろう。でもぜひ、これ、石川県のリスナーの皆さん、これを聞いていろんな、また、名所を岡山さんに教えていただけると。うん、僕の夢は、地底人ラジオのネット局を毎週回る旅をするという。やりたいですね。ねえ。やりたいです。ねえ。毎週ツアー、そう、はい、毎週日曜の夜そのネットしていただいているところで生放送をするという、はい、地底人ラジオ巡礼ですよ。巡礼ですね。うん。なんかね、もう13曲、まあ渋谷は、渋谷を外すと12曲。12曲ですね。12週間旅ができるんです。はい。いやー、行く先々にもう全く違う出会いと。これあり方としてどうすればいいんだろうな。こう日曜日に到着して日曜日に放送して月曜日に帰ってくるのか、うん、もうなんだったら土曜から行って、はいはい、晩ご飯、はい、美味しいご飯いただいて、はいはい、で日曜しっかり観光して夜、うん、ラジオやって、はい、月曜の朝戻ってくる。ああ、いいですね。まあ、その間にちょっとラジオセルフィーとかも回して、高速編集したやつをもう取って出しするみたいな。ああ、そうね。こととかもすごい面白そうですね。なるほど、いいね。まあ、時間と資金だよね。そうですね。そうなると。ぜひ呼んでいただきたいです、ね。いや、呼んでいただきたいね。1年に1回でいいんですよ。もう呼んでいただきたい。スペシャルウィークに呼んでいただければね。呼んでいただきたいな。でも本当ツアーを今後、まあ、全国で回られるときに、はい、まあネットしてる放送局のところに、まあご挨拶がてら、そこでちょっと収録だけして。ああ、そういう時間もあったらいいね。こととかもいいですよね。そういう時間もあったらいいね。やっぱりちゃんとご挨拶したいよね。わざわざその、はい、ネットしていただけてるってことは本当にこの地底人ラジオにとって、うん、この上なく光栄かつ幸せなことなので、はい、本当にちゃんとご挨拶したいです。うん、石川県、行ってみたいです。では、石川県の MRO 北陸放送でお聞きいただいているあまちゃんからのリクエストで、オフコースで、秋の気配。続きましてこちらのメールです、君町リクエストに届いているメールです、ラジオネームちびなるりさん、長野県、はい、51歳女性の方です、SBC 信越放送で聞いてます。お、ありがとうございます。 SBC 信越放送のちびなるりちゃん、ありがとう。学長こんばんは。こんばんは。いつも楽しい時間をありがとうございます。いえいえ。早速ですがリクエストです、うん、福山さんの楽曲じゃなくて大変申し訳ないのですが、童謡の「里の秋」、うん静かな静かな」という歌詞で始まるあの曲です、うん父方の祖母が大好きでよく歌っていました、うん祖母は私が13歳の真冬に亡くなっていますので、もう40年近く前の話です、うん13歳といってもまだまだ子供で、祖母の声の記憶すらあやふやになっています、うん、なので福山さんとみかんのおばあちゃんみたいな素敵な思い出はないんですが、うんこの歌だけは耳に残っています、うん歌い始めの静かな静かな里の秋は歌っていましたが、うん、その先を聞いた覚えが全くありません、うん、おばあちゃんもそこまでしか知らなかったのかな、オルガンで指一本で弾きながら歌ってた覚えも、うん、いつも白い割烹着をかけていました、60歳で亡くなっているので私ももう数年で同じ年になるんだなぁとしみじみします、うん、なかなか改めてこの曲を聴くことはありませんが、テレビなどでたまに見にするとなんだか切ないような懐かしいような心の奥がざわざわしてしまいます、うん、祖母とは思い出のこれというものはないんですが、この曲自体がおばあちゃんとの思い出になっているのかなと思います、うん、このリクエスト企画のおかげで久しぶりに祖母に思いを馳せることができました、うん、福山さんありがとうございました。あ、そうでしたか。ばあちゃんね、だんだんばあちゃんの年に近づいていってるからね、俺もね、ばあちゃんだと思ってたんだけど、ばあちゃんに近づいていってるからね。まあ、それだけはもう、どうも抗えないことですよね。そうね。近づいて、できればそのばあちゃんの年齢を超えたいと思ってるんだけど、うん、はい、でもばあちゃんって何歳だったんだろうな。あ、なんかほら、ばあちゃんって生まれた時からばあちゃんだからさ、うん、ばあちゃんなんですよね。なんかばあちゃんっていう広い枠組みの中にいるから、はいはい、もうなんかばあちゃんっていうその年齢であんまりこう、はい、正確な年齢を把握してないっていうところがあって、はい、そうなんだね。まあ70、80ね、はい、戦争が終わって来年で75年、はい、日本は直接的な形での戦争っていうものとこう接触しなくなって75年なわけなんですけれども、早いようでどうなんですかね。今もその憲法を変える変えないという話ももちろんありますで、いつ何が起こってもおかしくないような世界情勢っていうのも感じます。なんか平和であるということはどういうことなのかなというのをね、いつも考えるんですけど、平和がいいに決まってるわけですよね。それはもう何かその軍事的な攻撃をするような解決方法ではない対話というものが必要で、でも世界は広くて、世界の中には格差というものがあって、豊かな経済を誇る国もあれば、非常に経済的には貧しい国もあればという、なかなか世界はこう、均一化されていかないんですけど、その経済も様々な問題もね、違うんですよね。いろんなことがね。でもそういったことをこう、やっぱまずは知ることだと思うし、僕なんかそのお仕事の関係で、海外によく行かせてもらいますけど、やっぱり常にそのテロの脅威っていうものはすごく感じますよね。いろんな国に行くたびに。で、空港でもそうですけども、その国の今どんな感じですか治安はって言って、スリ、窃盗、強盗っていうその民間人同士レベルの治安の話ももちろん聞くし、それも怖いんですけども、やっぱ同時にそのテロは今どうですかっていうのはすごく日常的なこととして質問しますよね。で、各国いろんな国に住まれてる方は、まあ、日常的な常に怯えて生活してるというわけじゃなくて、すぐそばにあるものなんだそれはっていう、だから気をつけなければいけないし、自分の身は自分で守らなきゃいけないし、世界情勢に目を配る、気を配るということをやっぱりやるし、まあそれは当たり前なんですけども、そして平和であることを、願い、平和であるために何らかの自分も行動ができることがあったら行動するというような意識こそが割と一般的だと思うんですよね、今となっては。なんてことをね、そのばあちゃんと話がしてみたかったですね。そうですね。ばあちゃんの時代ってどうだったの、うん、まあもちろん聞いてきましたけど、戦争体験というのは何を信じてこの日本という国で生きていたのかっていう、うん、なんかそういうことをね話してみたかったですね。当事者の方じゃないとこう知れないことってたくさんありますもんね、うん、その時のね、はい、戦時中の生活ってどうだったの、どういうふうに思ってたの、どんな風に感じてたのっていうのはね。長野県は SBC 信越放送でお聞きのちびなるりちゃんからのリクエストですね。まあ同様でございますけれども、里の秋お聞きください。スナックみやび。山梨県のちーねーさん、53歳女性、介護福祉士の方からです。スナックみやび開店おめでとうございますと、これよりお祝い申し上げます。私事ですが酔ってないと言えないので先にプシュッと飲ませていただきますと。お、私の仕事の件なんですが、在宅の介護士ホームヘルパーかれこれ15年させていただいております。最近本当に困ったおじいちゃんがいて、そのお宅に行くのが本当に嫌で、90歳の一人暮らし、奥様3年前に他界されている、一人だと食事が困るとのことで数年前から訪問させてもらってます。先日私が訪問すると、お湯を張って封筒を用意して「お願いだ、一度だけでいいから一緒に風呂に入って」金は封筒に入れてある。90歳お盛んですね。はぁで目が点になって、ちょっと待ってなに引き直しても頼む。読み方うまいね。そうですか。でやっぱありえない、ちょっとおじいちゃんおかしくなったのかなと疑うことでしたと。いやいや、お金をくれても無理ですよと、もう訪問することが嫌になっちゃいますと。人生の先輩だから変な言い方をしたら失礼だし、どう断ったらいいんでしょうか。おじいちゃんはその先まで考えて、つまりお風呂に入る以上のことを考えて私に近寄ってきていますと。ねえ、男って死ぬまでなんとかとかって言うようですが、本当にあるんですかね。私はそんなスケベじいちゃんは正直嫌いなんですと。助けてみやびママってきますね。やっぱリアルな話ですね、これ。やっぱこの高齢化社会にお店で来店してもらいましょうね。53歳の女性介護福祉士のましゃっこさん、出ていただきたい。お仕事終わったかな。もうはい。おちーねーちーねー。はい。いやちーねー、ちょっと読んだよ今メール。介護の仕事されてるんですね。ねえちーねー。はいはい。モテとるな。ねえ、いえいえ、どうしてもやっぱりおばあちゃんがいなかったりすれば、なんか寂しいでしょうね、きっとね。一人者になるとね。ちーねーね。はい、ズバリ言ってもいい？お願いします、みやびママ。はい。俺ね、はい、まさはるね、はい、そのおじいちゃんに憧れる。90になってなおね。いや俺はごめん、ズバリ言ってもいいよ、そのおじいちゃんになりたい。いやいや違う、いやマジでマジで40年後そうなりたい、なりたい。本当でもすごい方だと思いますね。え、びっくりしました。私も長いことこの仕事してるんですけど、そういうふうに言われたことは初めてっていうか、その前に70代とかのおじいちゃんにはこう、ご飯食べに行こうかとかってことはよく言われたんですけど。やっぱあるんだな、そういうの。いやでもさ、ちーねーさ、はいはい、この仕事長くしてるんだったらわかるでしょ。はいはい。スケベなじいさんこそ長生きするってわかるでしょ。わかります。やっぱそうなんだ。いやそうなんだって。やっぱ人間としてのこうエネルギーがまだ消えてないっていう。あのね、それはよく、本当によく、やっぱりな、三大欲、人間三大欲ってあっちゃうんですか、それにぴったりなんですよね、男の子、やっぱり。いや、やっぱりね、90になって性欲があるって、やっぱ長生きしますよ、それ。ですね、はい、なんかね、おばあちゃんとも、80までは、してたって？らしいんです。すげえ。おばあちゃんがまだいた頃、私も一緒にご夫婦一緒に面倒見させていただいたんですが、その時におばあちゃんが、うちのおじいさんはもう本当困るよって言っていやでもおばあちゃんもまんざらじゃなかったはずよまあ確かにそうなんでしょう、ね、そうよ、だってそんだけさ必要とされてたらおばあちゃんだって幸せよ。いや嫌とは言えなかったんでしょうね、やっぱり嫌じゃなかったのよでもさ、なんか俺それこのね、今回そのチーネのメールを読んで、はい、いやこれはね、日本はまだまだ元気でいいなと思ったよ90歳になってもまあ本当に一部の方なんでしょうけどね。いやでもさ、なんか生きるエネルギーになってるわけよ、そのおじいちゃんとしては。まあそうですよね、確かにね。ね、はいはい。自分のことも考えた方がいいよ。そうですかね。総口さん、あなたもじゃあ自分が90になった時に。独り身で在宅で介護がなきゃ生きていけない場合にね、でもお金はあんだよ、ちょっとなんかレポーターとかで貯めたお金がさちょっとあって、もしそういう気持ちがあった時どうすんのよ。そういう気持ちがあんのに誰にも言えないって、そのことの絶望失望の方が僕は辛いよこれかつてなんか真面目に語ってますね。真面目だよおじいちゃんのね、願いを叶えてあげたいと。そうだよ、俺はむしろこのおじいちゃんの願い叶えてあげたいな。じゃあちょっとおじいちゃんのことよろしくお願いしますね。はい。またチーネからリクエストもらえます？リクエストちょうだい。チーネちょっと曲一曲リクエスト。スナップでかけたい曲、みやびで。スナップですか？スナップみやび。ちょっと今回ちょっと趣旨が違うんですけど、私のマシャ友さんが。ちょっと病気で亡くなってしまったんですって。すごいマシャのことが大好きで、年末の感謝祭には行こうねっていう約束してたんですけど、7月の21日にちょっと亡くなってしまって、なのでその方に私「少年」っていう歌が大好きだったので、ぜひその曲を天国にいるマシャ友さんに送ってたいなって思ってお願いできますか？分かった。もうそれをね、まあ僕は今初めて聞いたんで、その話はね。ごめんなさいね。いやいいんだよ、いいんだよ。もうだって俺たちそういう話をする年齢だよ、もう。もうその方はね、ちょっと若すぎですよね。ちょっと若すぎ、俺たちよりも全然若すぎ。本当ですよね。だからまあ長生きする反面そういう方もいるし。でもそのね、亡くなられたマシャ友さんにね、いつまでたっても我々ね、僕もそうだし、90のおじいちゃんもそうだし、血ね、もうこうやってバカ話しながら笑ってられることが一番幸せじゃないですか。そうですね。どうせ生きるならそうです。笑顔で。そうそう。ね、頑張っていきたいと思います。そうそう。それを届ける、そういった意味でも、じゃあこのね、少年をお送りしましょうよ。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあね、おじいちゃんによろしくね。はい、ありがとうございます。お仕事頑張ってね、大変なお仕事だけど、本当にチーネの仕事は偉大です。本当に立派な仕事をやってらっしゃいます。とんでもないです。本当にありがとうございますと、いろんな意味でお礼を言わせてください。体気をつけて。うん、ね、もう日本のため、スケベな日本の男のために頑張ってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、すみません。じゃあね、またね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。福山雅治と総口昭久の地底人ラジオ。スナックみやび。今宵も全世界の地底人化計画が進行中である。はい。というわけで、本日はメールを中心に進めてきた地底人ラジオですが、あっという間にエンディングゾーンにやってまいりました。まあでもね、メールあってのラジオですから、はい。おはがきあってのラジオですから、もう今はね、さすがにそのおはがきっていう時代でもなくなっちゃいましたけど、まあ僕がラジオ始めた頃からとにかくリスナーの方からおはがきいただいて、はい、でその後ファクシミリになり、でその後メールになりっていう風になっていったんだけど、あなたの声で作られているのが番組ですからね。はい、あなたの心の声で作られているのが番組。というわけでね、10月からのこの地底人ラジオもですね、はい、あなたからの声をより多く募集したいと思います。はい、題して、地底人ラジオ秋の大ふつおた祭り開催。よいしょー何なの？いや、やっぱちょっとリニューアル感を。あ、そうね。僕自身も出してる。ああ、いいね。声出すとこから始まるからね。いいね。そう。秋の大ふつおた祭り。まあ、大ふつおた収穫祭でもいいですよね。ああ、いいですね。秋の大収穫祭。はい。ふつおたをですね、皆さんから、日本全国から収穫したいと思います。何でもいいんです。あなたが日々思ってることや、今日あったことや、嬉しいこと、悲しいこと、楽しいこと、怒ってること、身の回りで起こった何でもない出来事、とにかく何でも私、福山、この地底人ラジオ学長に聞かせてください。秋の大ふつおた収穫祭開催させていただきます。メールフォーム、ね、はい、作っておきますから、はい、はい、そちらの方から。どしどしご応募ください。待ってます。そして来週はですね、うん、今回13局ネットに拡大するにあたって、うん参加いただいた、KNB 北日本放送さん、そして MRT、うん、宮崎放送さんの、うん各放送局のご担当者とお電話をつないでの、はい、あ、いいですね。はい、恒例のトークコーナーも設けたいと思っております。はい、ご挨拶のコーナーですよね。もう本当にありがとうございます。改めてその、つながるということで、ネットでつながるということで、私も直接お電話でつながらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。で、本日最後のメールです。うん、君町リクエストに届いたメールを紹介させていただきます。うん、ラジオネームあさりさん、うん札幌市東区の方ですね。うん、52歳、男性の方です。うん聞いている放送局、HBC 北海道放送。ああ、HBC さん。たまらじの頃からお世話になってました。福山さん、DSP さん、こんばんは。こんばんは。昨年、仙台で撮影されていた、岩井俊二監督作品、うん、映画ラストレター。Yes。2020年1月17日に公開が発表になりましたね。そうなんです。予告映像も解禁となって早速拝見しましたが、こちらの作品も、切なく涙を流されるシーンが印象的でした。そうね、俺なんか泣いてばっかだな、そういえば。そうですね。よく考えたら、はい、そうだね。はい、まあ、なんか撮り終わってるんで、なんかもう、はい、なんだろうね。そういうふうには見てなかったな。うん。そうですね。うん。11月1日公開の映画マチネの終わりにも楽しみです。見て。天才クラシックギタリストを演じられた福山さんに期待しています。いやいや、ありがとうございます。2作品とも、繊細で切なな作品のようですねと。うん、そうですね。君町リクエストは、うん、ラッドウィンプスの、うん、愛にできることはまだあるかい。新しいとこ来たね。来ましたね。天気の子。天気の子。うん、この夏、新海監督の最新作品、天気の子を鑑賞しました。うん、大雨の日に、今日だと思い、映画館に急いで駆け込みました。うん映画を鑑賞しながら幼い頃の自分を思い出していました。うん小学生の頃、夏休みに映画館に行くのが楽しみで、うん、大きなスクリーンに引き込まれてしまい、うん、現実と物語の境界線がわからなくなるほど作品に夢中になりました。そうね。天気の子は幼稚園の頃、台風の日に傘を持ったまま外に出た途端、風に飛ばされて、体が宙に浮いた経験が蘇りました。夏の映画は思い出深い気持ちになります。うん今年の秋の映画はセンチメンタルな気持ちになりそうですね。そうだね。2作品とも今から期待しておりますということでした。あさりさんからですね。そうだね。女性に見ていただきたいのはもちろんなんだけども、男性でもすごく感情移入できる作品だと思うよ、どっちも。はい、マーチネの終わりにもラストレターも。なんかさ、はい、こう、すっごい言われんの。はい、マーチネの取材受けてて、はい、こういう映画なかったですよねってすごい言われんのよ。はい、取材していただいた編集の方とか、ライターのさんの方とかね。はい、そうだっけ？やっぱそうなんだね。まあ僕もそのスタッフ、一スタッフとして、こう、映画も鑑賞させていただきましたけど、うん、それはすごく感じます。その、うん、感情移入できる役、うん、福山さんという、その、なかなか男子って自分を福山さんに投影できる場面ってないと思うんですよ。どっかこう、かけ離れた存在というか、というのがあると思うんですけど、もうそれを、完全にこう忘れさせてくれる、うん、福山さんの視点になって、うん、自分が主人公として映画の中の登場人物として、うん、またこう自分のこう人生のある記憶の引き出しをこう自然にこう開けていただいてるような感覚を持って、役にアクセスしていけるっていうような感覚がどちらの作品もすごく感じております。そうね。はい、その映画ってね、その近年の日本でいうとその、家族で見に行ける作品がヒットするっていう風にやっぱり言われてるわけですよ。うん、まあ確かにその、動員数の、伸び方で言うと、家族という単位で見に来てくださった方が、うん、まあ3人ないしは4人、お子さんいらっしゃる場合はね、はい、っていう風になるので、そうなんだけど、マジね、どうなのかな。家族。うん、家族。まあ、はい小学生の子はちょっとどうかなと思うけど、でも中学生ぐらいだともうビンビンに来るんじゃないの？いや、もうわかると思いますね。ねえ。うん、まあ、俺がまあ自分が中学生の頃ってどんなのかちょっとあんまり覚えてないんだけども、中学高校ぐらいの頃に僕見たその、ディアハンター。はい今見るとまた全然違う見方ができると思うんだけども、あれベトナム帰還兵の話じゃないですか。はい、ロバート・デ・ニーロさんですよね。はい、違ったかなまあデ・ニーロさんだったと思うんだけど。はい、が、ベトナムに行くんですよね、戦争にね。うん、で、まあ、帰ってくるんですけども、でもベトナムでのもう凄惨な体験というか、もうすごい怖い体験がある。ベトナム兵に捕まってロシアンルーレットをこうやらされるシーンがあって、それ超怖いんだけど、うんもうトラウマ、俺はっきり言ってあのシーンが。はい、なんか今でも、あ、もう戦争絶対嫌だって思う一個の、要因になってる映画ではあるのよ、はい、あれは。戦争、ダメ、戦争っていう。だそういう、こう平和にしていかなきゃダメだっていうふうに考えさせてくれる映画であるのよ。うん若くして見たとしても刻み込まれるものがある。そう。で、今回その、テロのシーンもね、描いてますから、マーチネの終わりにっていうのはその原作でもありますけれども、はい、テロのシーンっていうのが。うん、そういったことも、これ何なんだろう何のテロなんだろうっていうことを、テロの映画じゃないから、しっかりとこう、そのテロリストやテロリズムについて、こと細かく描いてる作品じゃないんだけど、それをきっかけにこんな怖いことが世界にはあるんだな、うん、パリってそういうこともある場所なんだなっていうのを知ったら、それをきっかけに自分で調べたりとかするじゃないで、もちろんそれだけじゃなくって、その、男女が惹かれ合うラブストーリーっていうのが本筋でありながら、こう、世界のそういうテロであるとか、経済格差であるとか、そういったことを、も盛り込まれていて、それとはもう全く関係がない生き方をしてるわけじゃないんですよ、現代人は。どこかで繋がってるんですよ、世界の。そういったその、現代社会が持つ歪みとか苦しみみたいなものも入ってますから、だからラブ、世界情勢、音楽、まあ、クラシックギターっていうね。まあそういったことがもう中学だったらもう、中学生だったら分かってくださるよね、おそらく。多分小学校の高学年ぐらいの子はもう、きっと、どこかしらこう刺さる部分、あるんじゃないですかね。ぜひ多感な時期の子たちにもぜひ見ていただきたい、見ていただきたいね、家族という単位で。でも大人映画に思わせておいて、実はそれぐらいこう間口が広い作品っていう意味でも、すごく新しいものになってるような気がしました。いや、これはね、公開楽しみですね。どんな反応がやってくるのか。まあ今我々、僕もそうですけど、石田ゆり子さんもそうだけど、取材を受けていて、受け取ってる手応えっていうのは、まあ皆さんすごくこう楽しみにしてくださってるなっていうのをこう感じてるんですけども、公開が楽しみです。まあラストレターはね、またちょっとそのマチネの後になるので、また改めてその公開近づいたらラストレターのお話もいろいろしていきたいと思います。そんな HBC 北海道放送でお聞きのあさりさん52歳男子からのリクエストでございます。ラッドウィンプスの愛にできることはまだある回を聞きながらお別れしたいと思います。では、また来週、この時間まで。お相手は DSP と学長こと福山雅治で R でした。また来週まで、バイバイク。ステイジンラジオがラジオクラウドでも聞けるようになりました。ご自宅の Wi-Fi などで番組をダウンロードし、いつでもどこでも再生できます。アプリをダウンロードして、渋谷のラジオをチェックで R。地底人ラジオはダンロップの提供でお送りしました。